はい、世界遺産の白川郷、和田家を今見てきました。和田家はどちらの方にあるかというとですね、こちらですね、この木の後ろの建物がそうですね、おそらく当主と思われる人が番台に座って、お金を徴収していました。300円ですね。まあちょうどリーズナブルな金額というとこですかね。雪がすごいですね。これは多分用水路でしょうかね。流れてます。こういう風に外人さんも多いですね。ここにはいっぱい来ています。後ろはどういう風になってるかというと、やはりこれ飛騨高山の連峰ですかね、雪山ですね。素晴らしい景色が広がっています。ということで今回の報告を終わります。